今回は、デカ盛りで有名な店、伊藤食堂に行ってきました。池袋駅東口から徒歩約13分。歩きたくない人は、東池袋駅で降りた方が近いです。テレビでも取り上げられたり、いろいろな有名 YouTuber が訪れたりしているみたいです。店内はメニュー、酒、有名人のサインなどが飾られていて賑やかな感じ。とりあえず初めてだったので、食べられそうな、焼肉丼とカツ丼が一皿になった、鳥羽の山丼を注文。それでは、いただきます。ちなみに、味噌汁、小鉢、漬物付き。焼肉の味付けは濃いめ。ご飯が進む。カツのサクサク感はなく、軽く煮込まれた感じ。甘めの味付けでこちらもご飯が進む。とにかくご飯が多いので、ペース配分を気をつけないと、最後にご飯が残る羽目になるかも。ご飯と格闘しているさなかも、お客さんの出入りが激しい。さすが人気店のランチ時。一番忙しい時に来てしまった。店員さんには申し訳ない。この辺りで約半分。しかし、ペースダウン。ご飯が減っていかない。あと2、3口がどうしても入っていかない。ここでご意解。ただの言い訳ですが、もう少し体調が良ければいけてた。残りは持ち帰りにしました。容器代はプラス50円です。また今度、別メニューで再チャレンジしに来ます。ごちそうさまでした。